このコーナーは秋田県住みます芸人のチェスが番組スタッフ越前 AP に秋田県内の知ったけいいところをプレゼンするコーナーです。勝者には椎名ちゃんの番組内で自身の冠コーナー獲得の権利が。今日も番組スタッフ越前 AP に気に入られるためにチェスの2人がそれぞれ自慢のスポットや美味しいものを紹介し競いながら街の魅力もお伝えします。今回はお米の美味しさを引き立てるランチやスイーツが人気のカフェ R テーブルにお邪魔します。お待たせしました。ローストビーフになります。いいよ。早速のスープ失礼します。ちょっとこれ写真撮らせてもらっていいですか。撮ればよかった、撮ればよかったじゃん。まあまあ撮っちゃうよねこれね。これランチ撮っちゃった。撮れ綺麗に撮れた、うん、すごい。ほら自撮りじゃん。いやー綺麗に撮れちゃったね。自撮りいらないです。綺麗に撮れちゃった。おまさこれこちらですね。こちらローストビーフ丼でございます。すごいすね。大きいでしょこれ、ね、ローストビーフが。こちら自家製ですし、おかわりが来たのが嬉しいですね。いやー嬉しいです。あ、そうかそうか。こちらヨーグルトソースと、はい、この野菜のすりおろしたソースのダブルソースですから。これは小でらいねえよ。小でらいねえよ。これもすごいっすね。いいですね。おいしそう。すごい。これはね、もうね、やっぱ2はね、2はやっぱど真ん中からいくんですよ。これど真ん中こうね。おあら豪快な。からね、こっからもうね、一気にね、男らしくぐわっと、もうぐわっと、ぐわっと、ほら、わすごい。あね、でちょっと一枚戻すんですね。行けよそんな。一枚戻すんですね。ほら、いいでしょ、いいでしょ、もう肉巻きみたいな、この感じ。本当美味しそう。いただきます。目が覚醒した、覚醒したぜ。すごいよね。野生味が増えた。まんまるく、コンビニでうまい。飛び出てるよ。あー、見ましたね。すごい、結構お肉の、もうボリュームがね、すごいね。噛み応えもあってね。うまみがすごい。すごい。最大限に出されてて。このソースもんで、ちょうどいいですよ、このちょっとこの玉ねぎのね、ちょっとすりおろした感じとか。うん、すごいし、うまっ。マジかうまい。あーうまい。あー卵もね、これ卵もね、これ半熟ですから。うわー、ね、半熟の具合がすごくちょうどいい。すごくいいよね。じゃあこれ今度こうね、うん、もう卵にほら、うん、もうご飯も入っちゃって、入っちゃってる。あ、やらしいことして。入っちゃってこれ。これお肉と一緒にほら、これまた。これもう、R してる。R してる。ちょっと、ダメな顔してる。ダメな顔してる。次回も、知ったけいいとこ、プレゼンします。